清水三年坂美術館は、京都市東山区清水三丁目にある私立美術館。主に幕末から明治時代にかけて作られた、執行、金行、陶磁器、執法焼き、木彫、下彫、刺繍絵画などの日本の工芸品を中心に約1万点を収蔵し、このうち一部を展示している。設立者で、初代館長は村田治女。明治時代に入り、 明治政府による食産工業政策が始まると、その一環として、外貨獲得のために、美術的価値の高い輸出用工芸品産業の育成が図られることになった。政府は職人たちに、内国官僚博覧会や日本国外で開催される国際博覧会に、工芸品を出展するよう奨励し、これに武家というパトロンを失っていた方な総務、甲冑、調度品、 仏具職人たちは美術鑑賞用の金鉱、執行、陶磁器、執法作品などの制作に挑戦することで応えた。工芸品を国際展覧会へ出展したり輸出する際には西洋人の美的感覚に合わせた衣装を採用するなどマーケティングにも気が配られた。これらの工芸品は一部が後続に献上されたり買い上げられた他は主に輸出用だったため日本国内には 有品がほとんど残っておらず、長らく研究も進められていなかった。このような状況で、1980年代に村田治女がニューヨークのアンティークショップで、明治時代のインドーと出会ってその魅力に目覚め、精力的に海外から有品を買い戻してコレクションし、2000年に本館の開館に至った。本館の設立以降、各地の博物館や美術館で、 明治工芸の展覧会が巡回するようになり、テレビや美術史などのメディアでも明治工芸が取り上げられるようになり、日本における明治工芸の再評価が飛躍的に進んだ。提出技芸員に代表される作家たちの技巧を凝らした精緻な作品は超絶技巧や超絶工芸とも評されており、各地の美術館に貸し出され巡回展示されることがある。 たた数本館創設者の村田は日本における明治工芸の収集家の第一人者であるが、世界的な収集家としては、ナセル・ハリリが第一人者に挙げられる。彼のコレクションは、イスラム美術などを含めた八つ、コレクション群からなり、そのうち日本が関連するものは、日本の着物コレクションと日本の明治美術コレクションと、世界の七宝焼きコレクションの三つであり、 校舎二つのコレクション群は本館と同じく明治工芸をコレクションの対象としている。彼の明治工芸コレクションは豊富な画像を用いて公式サイトで公開されており、各国の展覧会を巡回することもある。明治工芸は三ノ丸オク倉館、国立工芸館、メトロポリタン美術館、大英博物館、ビクトリアアルバート博物館などの世界各地の博物館、 美術館にも収蔵されている。また2016年には、当館が収蔵していた106点の明治工芸が10億8000万円で、また、明治工芸のうち宮川家山作品の収集家としては、田辺哲人が有名である。ここでは、清水三年坂美術館の収蔵品を多く、掲載する、明治工芸をテーマとする一部の図書を記述する、村田治女、幕末、 明治の工芸、世界を魅了した、日本の技飛び担当者、2006年、P167、村田おさむ清水さん三年坂美術館、村田おさむコレクション、明治工芸入門木の目、2017年、P9 代12回、創造する、伝統賞、公益財団法人日本文化芸術財団、幕末、明治の超絶技巧世界を共担させた、金属工芸、 清水三年坂コレクションを中心に、専門家博古建。2017年11月25日閲覧。超絶技巧。明治工芸の域。村田コレクション一挙公開。三井記念美術館。2017年2月2日閲覧。驚異の超絶技巧。明治工芸から現代アートへ。三井記念美術館。2017年11月25日閲覧。 ジャパニーズアートオブザ・メイジ・ピリオド・ザ・カリリー・コレクションズハット・ビヨンド・イマジネーション・トレジャーズ・オブ・インペリアル・ジャパンフロム・ザ・カリリー・コレクション 19th-2 アーリー2 0 t h センチュリーロシア国立歴史博物館山下雄二、未来の国宝マイ国宝 P81 小学館2019年 ISBN 978から40億9682万2876官報2016年11月21日、P69 官報2018年1月4日、P153。ありがとうございます。